こんにちは、ヨウです。ゼロから始めるフリースタイルフットボール第4弾はボール選びです。これからリフティング始めようっていう人はボール選びに迷ったりすると思うので、僕なりのポイントを紹介したいと思います。大きく5つあります。1つ目は大きさ、まあ5号球なのか 4.5 なのか、まあフットサルボールなのか。で、2つ目はこの縫い目、どんな風にボールが張り合わされているかということ。そして3つ目はパネル、パネルの形ですね。六角形、五角形、まあ別の形なのか。そして4つ目が表面処理、まあ、布みたいなタイプなのか、ツルツルしてるのか、つぶつぶのあるタイプなのか。そして5つ目は中のチューブですね。サッカーボールって2層構造になってて、第1層が今見えている層、第2層は中に黒い風船みたいのが入ってて、その風船の素材の違いがあります。まず、まあ、1個目の大きさですが、5号球をおすすめします。小学生なら4号球ですね。4.5 っていうのもあるんですけど、結構値段がするのとどこでも売ってるわけではないっていうことから、まずスタンダードの5号球、ストリートサッカーするっていう方にはフットサルボール使いやすいんですが、リフティングするとなるとやっぱり5号です。2つ目の縫い目です。これ結構大事で、まずノーマルなスタンダードのものは定期的に歪みが入ってて、ここが縫い目の跡なんですけど、表面に糸が出てるタイプ、これは絶対に選ばないでください。あのおもちゃ売り場とかで1000円ぐらいで売ってるものってそういうタイプが多いんですけど、まあ、子供が受ける分にはいいんですが、リフティングを本格的に始めようっていう方にはおすすめできません。表面の皮が薄くてすぐ破れちゃうんですね。で、厄介なのはネットで売ってるこういうタイプのボールで、実はパネルはこういう形なんだけど、おもちゃボールと同じ縫い目のボールが出回ったりしてます。これ結構落とし穴なので、まあ、初めてのボールは店頭で選ぶのがいいかなと思ってます。あとは熱圧着っていうのもあります。これは縫いボールなんですけど、こういう高いタイプは熱の圧着で、あの蹴った時にこの縫い目に当たると硬い、あんまりへこまなかったりするんですが、どこを蹴っても大体同じように跳ね返ってくれてソフトなタッチ感なので、熱圧着は結構おすすめです。このペレードのタイプも、これ3、4000円のタイプですが、7、8000円のタイプは熱圧着のものもあるので、これも選ぶのもいいかもしれません。で、3つ目はパネルです。パネル、五角形、六角形のタイプ、これで十分です。ただちょっと、まあ、余裕がある方はこの大きいタイプ選んでもらうと、蹴った瞬間にこうパネルへこむんですけど、パネルがちっちゃいと、まあ、へこみ具合も少し抑えられてますが、大きいタイプはグッとへこんでソフトなタッチ感が得られるので、ちょっと値段は張りますが、大きいパネルのタイプを選ぶのもおすすめできます。僕個人的には好きです。で、4つ目の表面処理、これはフリースタイルやるのに結構重要です。あのクラッチ挟んだりするときに滑らないっていうのもポイントなので、この何もないタイプでも初めは問題ないんですが、使い込んでいくと滑ったりすることがあります。芝の上とかグラウンドの上でやってるときにそういうことが起こるので、ちょっとディンプルのある、ディンプルって呼ばれる表面のくぼみ、つぶつぶがあるタイプを使うと、そういった滑りを防げたりするので、こういうタイプ、安いタイプでもディンプルが入ってるのはあるので、僕はこれを使うとパフォーマンスは安定するなと思ってます。で、ちょっと落とし穴があって、これ同じような価格帯のボールなんですけど、こっちのボールちょっと表面がこんな風にシートが剥げてるんですね。こういうタイプは外側にデザインのためのコーティングでもう一枚なんか巻いてるんですが、ここが剥がれてくるってことがあって、表面に派手な模様とか光沢があってピカピカしてるタイプって、こういうコーティングのあるタイプ多いんで、これ選ぶと最後の方でちょっと苦労するかもしれません。僕はこういうのがないのをおすすめしてます。チューブです、まあ、結論から言うとあんまり気にしなくていいです。中の黒い風船が、これはブチルチューブといって、あのハードグラウンド、土の上でもあんまり跳ねないように作ってあって、これは高い天然ラテックス、芝の上でもよく跳ねるように作ってるんですが、フリースタイルの場合はコントロールタッチが多いので、そこまでバウンドの違いが出てくることって少ないので、これはあんまり気にしなくてもいいかなと思ってます。あとは、僕は遠征が多いので、移動中はこうやって凹ませてボール持っていくんですけど、最近の公式球とか、これ凹ませない、空気を抜かないでくださいって書いてあるんですね。これは多分空気抜いて入れると歪んじゃうのかなと思ってるんですが、こういうのだとちょっと移動に不便なので、意外とこういうスタンダードのタイプっていうのが僕には便利だったりするので、まあ、移動が多い方っていうのはちょっとここも気をつけたらいいかなと思ってます。ちょっと言い忘れましたが、大事なのは、まあ、自分がお気に入りでモチベーション高く使えるかどうかっていうのも大事なところなので、ぜひお気に入りのデザインのものを選ぶっていうのも、まあ、大事にしてあげていいかなと思ってます。あと余談ですが、シューズが壊れてしまったので新しいデスボルチカンピーナス買いました。
前回おすすめした通り、僕が一番お気に入りのものまた買ってしまいました。あの新横浜のコーダっていうお店でいつもお世話になってて買ってるんですけど、かなりおすすめです。またこれ履いて頑張っていこうと思ってます。次回はどういう練習を積んでったら上手くなりやすいかっていう、その練習メニューについてちょっと触れていきたいと思ってます。それでは。